はい、ってわけでやってまいりました。今日はね、雑談動画ということでやってまいります。今日ね、久しぶりに、本田和夫大阪東 花園店さんにね、行ってまいりました。花園店さんってこう言いづらいですね、花園なんかね、何回も今日噛んじゃいましたよね。久しぶりの、撮影だったんで、いやー、久々に行って何本撮った ?4本撮りました。いやー、久々にね、あのタイプ R 乗ったんですけど、あれは別物ですねあら、別物でした本当に。で、さっき帰り際にね、お客さんが来てたんですね。1年点検で、タイプ R 1年点検で持ってきて、私に声をかけていただいて、どうもありがとうございます、本当に。もう、私の動画を見てタイプ R を買いましたということで、どうもありがとうございました。売上貢献ありがとうございました。いや、本当嬉しいですね、声をかけていただいてね。いや、本当に感謝ですよ。いや、まあ、でも本当にこの、やっとね、大阪、神戸、兵庫県ね、兵庫県と、京都、まあ、コロナウイルス、まあ、緊急事態宣言解除ということで、あのおっちゃんすごい手放し運転してるすごい手放し運転してる、あれまあ解除ということでね、やってるわけなんですよ。今日はもう撮影できたわけなんですよ。いやー、もういろいろね、いっぱい喋りましたね、社長さんと。まあでもこうやってね、また市場の動画がどんどん出せるってね、本当に嬉しいことですよね。私の動画どうしてもね、車の市場動画じゃないと伸びないっていうね、そういう、まあ、チャンネルを見ていただいてる方々がおそらくもう私に期待しているのは車の試乗動画しか期待をしていないということが、まあ、今回のコロナウイルスの、ね、自粛期間中出した動画が、まあ、物語ってますよね。全然伸びなかったですよね。なのでね、もう私はこのスタイルで今後ともずっと行くようにいたしますいろんなね、新しい車をどんどんねレビューしていきたいですね。で、最後に乗ったのがね、フィット2のハイブリッド初めて乗ったんですよ。あれ中古販売で、50万円で、売ってました。で、それ乗った後にこのフィット3のハイブリッド乗ったらね、全然違う全然違いますね。このやっぱ世代の差ってやっぱあるんですね。フィット1と2もこれぐらいの差があるんですかね。3はね、明らかに違いますね。そうか、フィット1はまだ乗ってないんですけど、一応2、3、4と乗りました。まあ、どの車もどの世代もその時代に合ったね、フィットということで、まあいいかなと思いましたね。いいパッケージリングしてるなと思います。ただ私はね、このフィット3めっちゃ気に入ってるんでね。そっか、やっぱ下ろせるもんな。あ、ここまでやっぱ落ちるわ。シートがね、フィット2はここまで下に降りなかったんですよ。タンクがねあるんですよね。ガソリンタンクがこの、運転席の下にあるので、それで結構ね、座った位置としては高かったですね、フィット2はね。フィット3はここまで今一番下げてるんで、結構低めまでシートの位置持っていけるんですよね。なんかその辺もちょっと走ってる時の体感速度とかも違うんかな。まあでもね、雑味ありましたね、フィット2ね。3もね、やっぱ雑味はあるんですよ。あるんですけど、なんかちょっとこういう、なんて言うんでしょう、コンパクト化にしては上質な方だなと思います。でフィット2まではね、本当にコンパクト化
もうちょっと言い方はですけど安物車みたいなね感じはするんですが、3以上はちょっとその辺がね変わってきたかなと。なんかダウンサイザーと言いますかね、ダウンサイジングする方向けにちょっと質感とか上げてねっていうのを考え出してきた感じの車ですよね。まあグレードにもよるとは思うんですが、まあそれにしても、まあそれにしてもね、あの台を超えるたびに上質感っていうのは上がってきますね。もうフィット4なんかね、もうあれ高級車の部類だなという感じがしますよね。いやー本当にもうこれから自由に、こういった試乗動画がいっぱい出せると思ったらいや本当にね幸せを感じますよね。やっぱり面白いなと思いました。今日車、4台試乗させてもらってね、やっぱホンダ車って面白いんだなと。特にねやっぱタイプ R はやっぱ別格ですよね。タイプ R と S660 あのあたりはね本当にホンダのホンダイズムといいますか、ザ・ホンダですよね。あれがあるからこういった一般のね普通のファミリーカーも基礎はしっかり、走りの基礎がしっかりできてるという感じなんですよね。いや、 やっぱこうやっぱ走りを忘れるとダメですよね。いや私もねクーピーチャンネルのクーピーさんね、チャンネル登録者数7万人おめでとうございます。ついこの間までね出会った時はね2万人ぐらいだったんですよね。でこの1年で3万人ぐらい増えましたよね。急激に増えましたね。1ヶ月1万人とかのペースで今増えてます。だからまあ10万人とかすぐ行くんですけど、クーピーさんはねもうセグメントをこういう試乗動画から、車中泊動画といいますか、ね、キャンプ寄りの、セグメントに変えて、でやっぱね映像も撮り方もうまいし編集もねちゃんとしてるし、何しろねお話物語のね動画自体がやっぱ面白いんですよね。でいっぱいねやっぱ車を、自分の乗りたい、これは誰も乗ってない車で誰も知らない情報っていうのをいち早くその自分の感想を含め YouTube で配信するということでね、まあ伸びる理由が分かりますよ。本当に面白いんですよね。まあ、私もああいう感じのスタイルでやりたいなと、ちょっとこのね自粛期間中すごい考えてね、いろんなこともチャレンジしたんですけど、やっぱねやりきれないんですよね。本当にそれをしたいと思ってないんでしょうね。伸びたから真似をして、その真似をしてやろうっていうね、そういう生半可な感じではやっぱり YouTube では勝てないなということで、やっぱり私はこう車がねやっぱ好きなんで、そういう新しい車、しかもこういうホンダのね新しい車をどんどん皆さんにお伝えできれば、いや本当にねそれは私にとっても幸せだしね、見てる方もきっとそれが伝わるんじゃないかなと思いますね。はい、まあということで今日はフィットいろいろ乗りましたと。フィットじゃないな、今日は久しぶりに花園店に行って4台試乗しましたよというお話でした。というかちょっと今から高速乗るんで、ちょっと高速の感じもちょっとレビューしようかなね。まだ終わりませんよ。最近もちょっと無理やり10分動画にしてますんでね、やっぱね10分ね超えないとアルゴリズム的にねどうもダメなような感じがするんですね。ちょっと YouTube のお話します。今から YouTube は、はい、通行できます。 YouTube のお話ですよ今から。おっしゃ、いけいけい。これ
S モードでもないんよちょっと S モード久しぶりに。ぐいぐい走るねやなフィット3ね。 YouTube のお話短い動画がね昔は流行ってたんですよね。電車に乗ってる間に、さっくり、見れる動画ですね。まあ3分から5分ぐらいの短い動画っていうのが、昔は流行ってました。テレビとかはね30分番組とか1時間番組が当たり前なんですけども、YouTube はねすごい短い動画を作るっていうのが定説といいますか、そういう時代がずっとあったんですね。それがここ1年ぐらいですかね前から、10分以上の動画に広告がいっぱいつけれるということでね、だいぶね YouTube さんもね広告アドセンスですよね、アドセンス側、広告主側のことを思いながら、YouTuber の動画作りとはこういうもんだみたいなね感じで、長く、視聴者維持率っていうのがあるんですよ。なるべくね1本の動画で長いことを見ていただく方が広告主にとっては得だということでね、長い動画に皆さん今してるんですよね、10分以上というので。ということで今日も10分以上しますこれなるべく視聴者維持率っていうのがね本当にこの私の売り上げにもつながってきますので、皆さん最後まで聞いていただきたい、本当にお願いしたい。そうなんですよね、私もねなんやかんや言ってもう5万人超えましたよね。クーピーさんは、ね、ちょっと、ね、今異常ですよ、あれバズってる感じですよね7万人ですよ。ついこの間もう5万人は超えたと思ったらもう6万いって7万ですよね。私5万人なんですけど、それでもそこそこ自慢できるんじゃないかなと私は私のペースでねもうやっていきますよ、もう本当に。そんな感じで今日は雑談動画でした。じゃあね、もうチャンネル登録してくださいとか言わないんですけど言いたいけど言わないんですけど、チャンネル登録よろしくお願いしますじゃあね、バーイ。